しずとあなた。マジ下手。こんにちは、ケイです。なんとですね、おかげさまでですね、この竹渕ケイチャンネル登録者数20万人行くことができました。ありがとうございます。ということで、おめでとうっていうのと、まあ2020年あと残り2ヶ月だねというね、キリもいいしっていうことで、今日はこの1年間の動画とか写真とか音楽とか聞き返しながら、みんなと一緒に振り返っていけたらなと思います。最近登録してくれて、まだねこのチャンネルの動画全部見てないよっていう方にとっては、この1年こんな動画作ったりこんな活動してたんだっていうのが知ってもらえるような機会になればいいなと思ってます。でですね、今回初めて動画にスポンサーがつきました。ありがとうございます。 iMovie 社さんのエニートランスというサービスで、で何がいいって、このサービスはね、違う。いやいや、初めてだからね、しょうがないよね。まあ要はね、この1年をスマホをさ、みんなに見せながら写真とか動画を振り返っていきたいんだけど、もうスマホの中のデータフォルダとかってぐっちゃぐちゃに写真とか動画がなっていたりとか、だからみんなとね振り返るにあたって結構大変だなと思ってて、その点でエニートランスさんをね使えば、とっても簡単にデータの移行も管理もできると、今日はそのエニートランスを使ってみんなと振り返っていきたいと思います。それでは早速接続していきたいと思います。これでいうことで、あ、接続中、少々お待ちください。お、来た、来ました。めちゃめちゃ自分の携帯の情報出てくるけど。振り返っていくにあたってやっぱり BGM が欲しいなと思いますので、まず音楽を移行したいと思います。ではまずこの音楽に行って、追加を押してパソコンからインポートで、トーチがいいかなと思うんですよね。なのでトーチ検索しましたけど、お、ありましたね。これを開く、そうすると転送を準備中、お、転送完了されました。お、曲1ここに入りましたね。開いてみましょう。お、トーチが入りました。超簡単でした今で。こっちが携帯の方のエニートランスのアプリなんですけど、一番上にこっちにもトーチが出てきました。簡単でしたね。じゃあ携帯の方でトーチはかけていこうかな。こんな感じで流しながら進めていきたいと思います。まず去年の9月にね、アメリカのね国歌斉唱を、まあ、とあるイベントで歌うためにラスベガスに行ったんですね。その時のリハーサルのね映像があって、あ、今スマホに入っててね、これなんですけど、これをこっちにエニートランスを使って転送したいと思います。まずね、このじゃあ写真っていうところをクリックすると、わばーっと、やばいのないかな。出てきちゃうんですけど一瞬で。でこれの、去年のあれは9月11日なんですよね。ありました、これです。じゃあはい、今転送中です。転送完了されました。お、聞いてみます。頑張れ。いや、これブレイブ、これねリハなんだけど、この時飛行機から降りてその足でリハ挑んだんですよね。本来乗るはずだった飛行機が欠航して1日遅れで現場入りしたんですよ。ロサンゼルスの空港の入国審査で私引っかかって、ウクレレをね背負ってたら、それをウクレレで路上ミュージシャンになって金を稼ごうとしてる人だと思われて、私それでね1時間ぐらい尋問されてたんで、だからね結構もう押してたんですよね。なのでもう飛行機降りたてで声出しもせず歌って、はい、じゃあ明日頑張りましょうみたいな感じでね、結構スリリングなリハだったんだけど、
でも本番はとても気持ちよく歌えてね、すごくいい経験で、こんなことないからね、とてもね記憶に残っている思い出深い出来事でしたね。これははい、こんな感じで簡単に、携帯からパソコンにバックアップが今もう取れたということなんで、まあ極論携帯のこのデータは消しても大丈夫だっていうことなんだけど、携帯いくらね容量大きくてもやっぱりいっぱいいっぱいになるじゃない。でそんな時にね、お家のパソコンがあったりした時にイニートランスターを使ったら、こうバックアップをねすごく簡単に取れて、スマホの中の容量を増やせるっていう点でもすごくいいなと思います。じゃあこんな感じでこの後の記憶も掘り起こしていきたいと思います。ベガスでこの国歌斉唱が終わって、その後にね去年リリースした当時のミュージックビデオを撮りに行ったんですよ。でそれはまあ私が昔住んでたところの地元とか、あとまあイメージ的にこう砂漠をバックでなんか歌いたいみたいなのがこうヤモリさんと話していいよねっていう話になってたので、デスバレーっていうところに行ってロケハンもして、そこで MV を撮ったんですけど、その時のね車中の映像があって、これもちょっとみんなと一緒に振り返っていきたいと思います。そう、こんな感じでね、そう車中でねちょっとセッションみたいなことやってたんです。両サイドが砂漠のねこういう一本道なんだけど、ひたすらまっすぐ走りながらドロシーを歌ったの、めっちゃ気持ちよかったな。まあ、ちなみにこの時の私メイク前なんでマジで顔薄いんですけどね、まあもういいですもしかしたらモザイクかかってるかもしれないこんな感じで、砂漠でね撮影してきたんだけど、まあ撮影の風景はねこんな感じでした。ちょろちょろ見て、すごくさ楽しかったんだけどさ、時間との時間との戦いみたいな感じ。あ、これはね、お疲れ終了って終わっちゃってるわ。あ、でもお疲れの下りちょっと見てみて。あ、そうですね、そう、あ、いいね、じゃあ俺と楽しかったね。楽しかった。なんかちょっとぎこちなさがねまだ残るけどやばくない今全然あれ仲いいんだけどな、仲いい、なんか楽しかったんですけど、ありがとうキュータ、ありがとう。そう、それで帰り道がもう暗くなってて、月がすごく綺麗に、満月がスーパームーンの日だったんですかね。ちょうどね、もう本当に大きく出てて、思わず車から全員出てね動画回してるうちに、これジャケ写にいいんじゃないかっていうことになって、急遽ジャケ写撮影が始まったんだけど、それがこの時。動画撮ってる月でちょっと遊んでみて。月で遊んでみてとはやってみた。クリエイティブな指示は裁量をね大きめで、月で遊んでみてって。うるさいな、すごい、どっちも喋っててうるさいんだよ。でもこれがね実際本当にジャケ写になって、これいい時間だったよね、うん、もうめちゃめちゃ楽しいロスの旅でしたね。ちゃんと MV も撮れ、やることもやって、国歌斉唱もして、達成感満ち溢れた中でロスから帰ってきて、で10月になりまして、岡山に初のミート&グリートをしに行きました。 Vlog にしたんですよね、この YouTube で。私初めて編集をちょっと試みまして、一番思い出深かったのはもちろんミート&グリートと、あと岡山国際音楽祭に出させてもらったのがメインで、あとは夜にねご飯をさ食べに行ったそのレストランで、たまたまグランドピアノとか置いてあって、こう話しかけたらやっちゃいなよっていう感じでね。なんかいい旅でしたよね、すごく。ここなんかほっこりする温かい旅だった。そう、こんな感じで、はい、それでね10月の中旬か後半ぐらいにこの YouTube チャンネル登録者数10万人行くことができまして、銀の盾が届いた時のね写真があって、これですね、でん、これ10万人の盾をいただきまして、今お家にね飾ってあるけど、すごく感慨深かったですね。盾をやっぱ手にするとね、次は100万人なんですけどね、10月はそんなこともあってすごく思い出深い月だったな。それで次12月のねクリスマスあたりに沖縄に私たち行きまして、バックパックフェスタ in 沖縄っていうのに出演させてもらうためにね沖縄に行ったんだけど、でちょうどそのね沖縄入りした日がトーチのリリース日だったんですね。みんなのね感想とかをツイッターで見ながら、トーチパーカーを着て宣伝しながら歩いてたんだけど、僕らはやめない立ち上がることを、あと公園でね
ベンチに座って HY さんの名をめちゃめちゃ切ない出演ソングをカバーさせてもらって、まあそんなこんなで12月が過ぎていきまして、12月の31日になんといっても年越しライブをさせてもらいました。3、2、1、31日に昼公演、夜公演やって、それプラス年越し公演っていう全3公演やったんだけど、この日は年明けの瞬間にトーチのミュージックビデオを公開したんですよ。だから年越しの瞬間にこんな感じで同じあのミュージックビデオに同期させてトーチをね歌うっていうね、でみんなで一緒にリリースの瞬間を迎えるっていう、リアルの場と YouTube の皆さんとがこう一個の場所で集結できた、ね、感じがしてそうそう面白かったね。あれはそんな超絶ハッピーに2020年を迎えることができた。もうこれはいい年になるしかないっしょと思って、で1月に入ってね ASMR で音楽をやるっていう動画を上げたんですよ。マッシュアップかな、ちょっとメドレー調というか、そう、マッシュアップ、私のね家で撮ったんですよね。あれ公開していいのかどうかっていうの結構悩んだんですけど、最後、ま、完全部屋全体像映ってるからねもう公開されました、私の部屋が。グリーンバックでたくさん切り抜いてっていうめちゃくちゃ緻密なことをやってたんで、そうそう、相変わらず撮影はピリピリとそう殺伐としてましたね。でも結果ねほっこりするものになった、すごくほっこり、いややめてくださいほっこりした気持ちで作った動画がちゃんとほっこりする動画になりまして、皆さんの元に届けられたっていう。まあ、ここら辺から3月ぐらいまではラブのねレコーディングをしてたんだよね私たち。なんでかっていうと、こういう事態になってきて世界中の人にね今届けたいメッセージだなと思って、無料配信しようよっていう話にねヤモリさんとなって、であなたにとってのラブとは何ですかっていうことで写真も皆さんから募集させてもらって、これをじゃあジャケットにしようっていうねことで、外に出ていろいろはできなかったけど動いてはいたっていう2月3月でしたよね。で3月のね11日にあの日に思いを馳せる夜っていうねオンラインの生配信のライブに出させてもらって、これ本当は実はねリアルのお客さんを入れてのライブになるはずだったんだけど、やっぱり感染防止のために急遽オンライン生配信の無料ライブにさせてもらって、これがちょっと動画はないんだけど写真があってまあこんなやつなんですけど、ちょっとね癖の強い写真なんだけどね、主催者の方の癖が強いそうそうそう、 M ディレクションさんがね主催してくれてるんですけども、まあここら辺からライブイベントとかいろんなイベントとかもだんだん今まで通りにはできないねってことでオンラインに切り替わっていき始めたっていう、試行錯誤し始めた時期だったのかなっていう気がします。それを受けて私たちもじゃあなんかできるかなっていうことで、3月の20日にね24時間生配信をまさにこの場所でやりましたね思い出すだけですごいよねなんか疲れるこれはもう全編上がってますから。何が一番けいちゃんは印象に残ってる？2個ぐらいあるんだけど、ラブのリリースを配信中に迎えてみんなで盛り上げてくれたっていうのと、あとは電話かな、生電話、うん、電突っていうんですかああいうのって出ました、竹淵ですかけてくれてありがとう本当にみんなねとってもねまっすぐ向き合ってくれる電話の内容で、俺が印象に残ってるのは24 hours、 24 hours いつか会える、いつか伝えよ、24 hours っていうね曲がなんで生まれたかと言いますと、この配信中にみんなで全員で作詞しようよっていう意味のわからないね企画を発案されましてですね、ここにいるヤモリさんが、もうまず24 hours っていうさタイトルすらなかったんですよね。とりあえず曲作ろうよっていうことで、Google のスプレッドシートをオンライン上でリアルタイムで共同編集しながら、ほんと1000人とかジョインしてましたよね、最大で1000人の皆さんでテーマから決めていって何がいいと思うっていうことでバーってなった中から、あ24 hours っていいねっていう、24時間生配信だし、これがじゃあもし今最後の24時間だったらあなたはどうするとか、いろんな風に膨らませられるよねってことでタイトルも選ばせてもらって、でそこから連想される言葉とかフレーズをバーって書いてもらって、本当に時間内でそこから組み立てていって、メロもその場でつけて放送中ね、そうだからワンコーラス1番は本当に放送中に作ったんですよね。でレックまでしましたよね、うん、デモも作ってっていう、
24 hours Would it feel longer or shorter If I had すごかったね頭バグってる、ね、そうでしかもそれやってた時間帯さ深夜のさ2時から6時とかだったよね付き合ってくれたみんなもどうかしてますけど本当にありがとうございましたありがとうございましたそうそれでね、この後外出自粛とか緊急事態宣言も出ていてもうほぼ家の中で過ごすっていう時期になってたんだけど実はね4月の頭からウームさんにこのタイミングで所属させてもらいましてウームに所属しましたっていう発表とともにウーム×ワンピースのカバーコンピレーションアルバムが出たんだけどもここに私トライプレインさんの Dear Friends という曲をカバーさせてもらってそれで参加させてもらってるんですけどそれの発売しますよっていう発表と一緒にウームの所属も同時に発表させてもらいましたこの時もうソロになって1年ちょっと経つっていう頃でいろんな選択肢はあったけども新しい切り口でこれからのこう時代を一緒に作っていきましょうっていうスタンスだったんですねとってもそれがすごくいいなと思って私たちの今からやろうとしていることとかモチベーションとか気持ちの持ち方とすごく通ずるものがあったのでなんかウームさんと一緒にだったら面白いことが新しいことが同じ歩幅で足並みを揃えてできるかもしれないっていう思いでウームさんに所属させてもらいましたでねこの頃ねやっぱ感染拡大防止のためにもうライブができなくなっちゃった時期がありましたよねで結構ライブハウスの皆さんもね経営が難しくなったりとかしてなんとかライブハウス文化というか見てくれてるみんなにライブハウスっていいよなとかなんかライブハウスで私こんなすごくいい思い出もらったなっていうのをなんか改めて感じてもらうことなんかできないかなと思ってトーチのねライブハウスバージョンっていう動画を一生懸命編集してねって作ったんだよねいろんな会場でやったトーチをつなぎ合わせてライブハウスとかならではの熱気とかお客さんの感じとかを感じ取ってもらえる動画になったんじゃないかなと思うんですけども思い入れのある動画に私的にはなりましたでこの頃はもう完全にステイホームで、お家の中でみんな楽しもうよっていうね私たちもなんか家の中でできることないかなと思いましてチルドカウさんっていうねチャンネルがあるんだけどもそのローファイヒップホップガールのミミック動画を作ったんですよなってみたってやつそうねなってみた作ってみたっていう動画なんだけど皆さんチェックしてもらえればわかると思うんだけどいろんなパターンあるんだけど、まあ、一番有名なのがずっとこう女の子がね勉強しながらローファイヒップホップがバックでずっと流れててっていうのまだ今も続いてますよねあれ生配信でずっとね何ヶ月もノンストップで生配信してるチャンネルなんですけどそのローファイヒップホップガールになってみようっていうわけのなんか自分で言っててわけわかんないんだけど家の中でも成長できるんだよっていうことを伝えたかった動画ですよねあれは何を見せられてるんだろうって気持ちになったかもだけど最終的にねケイちゃんとかね僕とかの持ってたそういう意図が伝わってたら嬉しいよねなんか謎に燃えて謎に楽しかった動画ですね、うん、意図っていう問題作問題作じゃないですよ糸電話で糸歌うっていうほらちまよってでもこれ視聴者さんのアイデアですよ、ね、元はといえばこの24時間生配信の中で次のなんか動画のアイデアくださいみたいな感じで糸電話で糸歌うっていうのがあっていいねと思ってこう採用させてもらってねまあ見てもらえればいっかこれはで6月にまたこれも謎なチャレンジがリモートセッションっていうのでももしずっとあなたマジ下手これこそ問題作だとミュージシャンの方に刺さればいいなっていうねでも投資で見てもらうとなんか最後インディスブランケットが無事うまくいったって時のカタルシスね、うん、結構あったと思うからね僕は個人的に好きな動画ですね、うん、すごいことをしてるんだよね実はでいろんな謎な挑戦をしながら月日は流れていきまして7月ここでこのチャンネル初のコラボ動画シラスタさんとのコラボがありましたね止めるよ時間よバカいんだって
おしらさんね、100万人早い早い。その後どうですか、あのアドバイスをもらった後。でも本当に動画をね見てくれれば分かるんだけど、マイクの持ち方とか教えてもらったんですよ、10年目とかにして、ね、マイク持つときやっぱ意識するようになりました。本当に感謝してます。また新しいコラボもね仕掛けていきたいですね。そうですね、どんどん、いろんな人のいろんないいところを盗みながら勉強させてもらいながら、あの100万人を目指していきたいと思いますけども。で、7月11日私の誕生日生配信をしました。この時はね、まあ、ヤモリさんからのサプライズはなかったんだけど、あのしーちゃんと私の親友からのサプライズがありました。すごく面白かったです。仲良くしましょうね。仲良くしましょうね、はい、振り返るのいいですね、なんか急唐突だけど。そうでね、あと24 hours のリリース準備をねしてたんですよ。これジャケ写があるんだけど、このジャケ写ね私の部屋の中で撮ってて、ヤモリさんに送りまして、リモートでジャケ写も作る、全部リモートで作りましたね。すごい徹底ぶりだったね。徹底すごい。あ、だって24 hours はさ、歌レックはここで一緒にやったじゃないですか、うん、なんだけどローファイはもう歌レックもトラックも全部リモートのデータのやり取りでやりました ね、 やったね。でリモートセッションバージョンのインディスブランケットが入ってですね、もう本当にコロナの時期だからできたチャレンジを持ち込んだ感じがありますよ。そうなんですよ。そうそう、というね試みもあり、あと7月は初の私の単独で喋り倒す動画が上がった気がするんですけど、でこれは自分でなんか編集もほぼしたんだよね。まあ最後あのヤモリさんにブラッシュアップしてもらったんだけど、やっぱり家で一人でできることっていうのを考えていかないといけないよなとか思って、ちょっとこれも新しい挑戦でやり始めました。で8月になりまして、14日に24 hours をねリリースさせてもらいました。まあ改めて言うけども、あーとかって入ってるコーラスは本当に全部ファンのみんなが送ってくれたコーラスでできてるんですね。あ、じゃあちょっとかけてみますかね。かけてみます。そう、これのねかかってるコーラス全部ファンの皆さんの声なんですけど、これしかも応募してくれた人全員使ってますからね。はい、もう本当に全員使っております。リリースの後に MV 撮り始めましたよね。ミュージックビデオね、実は8月中旬ぐらいからね撮り始めて、プロジェクターを使ってみんなの動画をこう全部合わせた中で私が歌うっていう、これもまた新しい、ね、MV の形になったんだけど、だからそう考えてみるとこれもこの時期だからこその形で挑戦した MV だったし、音源でもあったんだなって。私たち挑戦してましたねこの1年すごく、うん、で私はですね、はい、ちょっと個人的なことなんですけど、この頃からキャンプ場探しをしておりましたね。この頃からもうあなたへのレコーディングとかリリースに向けて動いてて、でミュージックビデオをね森の中でどうしても焚き火を囲んで撮りたかったんですよ。なのでそれができるキャンプ場ないかなっていうことでね、めちゃめちゃ探してて、でせっかくキャンプ行くならキャンピングカーで行こうよっていうね話になって、それ撮影に実際に繰り出したのが9月だね。そう、あなたへのレコーディングもして、MV 撮影に臨むと。おい大丈夫か、おい無理するな、二文字の後にあなたの愛があった。あと香水のカバーをあげたんだけども、焚き火を囲んでキャンプファイヤーセッションも撮れたし、次の日にはキャンピングカーの中で HI さんの AM11時のね、セッションも撮れたし、これ滞在時間どれくらいだったんですか。24時間ぐらいですね。どれだけ1回のロケで元取ろうとしてるんだって感じですけど、あと帰ろうとかのカバー動画を撮らせてもらったね。そして、今月ですね、10月になってあなたへを16日に配信リリースさせてもらいました。ミュージックビデオもね今もう公開されていて、チャンネルの動画に上がってるんだけども、今話してたこのキャンプ場での、撮ったものが動画になって皆さんの元に届きました。ということでこの1年が1年今日ですね、1年と1ヶ月かそんな1年でした。みんな付き合ってくれてありがとう。なんかこうやって
登録者20万人を機にね、こうやって皆さんと一緒に、動画とか写真とか音楽をね聞いたり見返したりしながら振り返るきっかけをくれた iMovie さん、ありがとうございました。あとね、このエニートランスね、着信音管理っていう項目があって、好きな曲から自由に着信音を作成し、ワンクリックで着信音を iPhone に直接保存しますっていうね機能があるんですよ。こんな感じなんだけども、あなたへでやろうかな。それでこのスライドをドラッグして好きな部分を切り取れると。素晴らしい。じゃあサビに合わせようかな。お、ここだ、主張。まあ、ここら辺には起きてろよっていうことで、こんくらいの、長さにしたいと思います。おお、着信音にこれで設定できたんだ。起きれるかな、これ。寝そうですね、これ。あなたへはちょっと着信音には向いてなかったかも。おお、これを着信音に設定すれば、このエニートランスで作った着信音が携帯に入って、その音で目覚めれるってことですね。めっちゃ簡単でしたね今。ちなみにエニートランスね、他にもたくさん機能あって、例えばこの画面ミラーリングね、 iPhone の画面を Wi-Fi つなげてパソコンにミラーリングできますよってやつなんだけども、これ今携帯の画面ね、コントロールパネルを開いて、この画面ミラーリングを押して出てきましたね、エニートランス竹渕家。これを押すと、あ、これね、もう今パソコンの画面なんだけども、これでミラーリングがワンタッチでできましたっていう、すごい簡単ですね。でしかもここでスクリーンショットをワンタッチで撮れたりとか、画面収録もできるということみたいですね。じゃあ早速この私の大好きな愛犬のブラッキーの動画でも見てみますかね。にゃらこにゃらこにゃらこにゃら、なんで俺だけ茶色いなんかカリカリのしか食べれないんだろう。リンゴが好きだって言ってるだろう、リンゴ出せって感じですかね。はい、ではミラーリング停止。誰かと一緒に動画とか、あと携帯にしか入ってない資料とか一緒に見たいとき便利ですよね。あとこのソーシャルアプリ LINE とかのデータバックアップっていうのが気になって、ほら iPhone さ、機種変更とかするときに LINE のトーク履歴移行失敗で全部データ消えました、トーク履歴消えましたっていうことあるじゃないですか。でそんなことにならないように、こう自分でねバックアップ簡単に取れますよっていうやつなんだけど、 LINE をバックアップ押します。はい、もうワンタッチで携帯からのパソコンへの LINE バックアップが始まりました。はい、でちょっとね待ったんだけども、バックアップ完了で、そのままトーク履歴がパソコンでプレビューできるっていう。ちなみにこれはバディさんとヤモリさんとの3人の平和なトーク履歴ですね。でここでパソコンにいろんな形式で保存バックアップできたりとか、ここでプリントアウトもできると。最近 iPhone12 も出たけど、新しい iPhone とか Mac に買い替えた時にデータのバックアップだけじゃなくてデータの移行も簡単にできるっていうのは嬉しいね。というね、便利な機能だなと思ってどうしても紹介したくて、突然のガチガチな紹介入りましたけども、こちらからは以上です。スタジオにお戻しします。まあこう振り返ってみて改めて思うのは、実際さ、こう体を動かして外に出たりとかして対面の思い出っていうのは、確かに2020年に入ってからほとんどね、やっぱ断たれたわけじゃないですか。実際の思い出がないように思えてたんだけど、こうやって今日振り返ってみたら全然そんなことなかったですね。すごいたくさんやってたんだな、挑戦してたんだなと思うし、たくさん応援してくれてるみんなにすごい協力してもらったりとか、いつも応援してもらっていた1年間だったんだなっていうのをすごく感じることができました。でこういう時だからこそ、思い出を消えないように、なんかどっか行っちゃわないように管理とかバックアップすることしておくことってすごく大事だなと思いました。皆さんもぜひね、大切な写真とか動画とか音声ファイルとかね、あると思うので、たくさんなので、バックアップにね困ってたり、ちょっと難しそうとか思っていたら、エニートランスのサービスをぜひ使ってみてください。そうそう、まあなんといってもやっぱツアーをやりたかったんですよ今年。5都市巡ろうね今年はっていう話をしてて、すごく楽しみにしてたんだけども、すごくねへこんだりもしたんだけども、
予定してたことが全部狂って、こんなはずじゃなかったっていう事態が今も続いてる人もいると思うんですけど、その時々に応じた方法をいつも常に探りながら、じゃあ何ができるのかなっていうことをね、模索しながら壁をね常にぶっ壊しながら、皆さんに音楽を、新しい世界を届けていきたいと思いますので、これからもどうぞ皆さんよろしくお願いします。だからなんかこう私たち自身も盛り上げるきっかけが欲しいですね。生配信とかやっちゃいますか？伝突しちゃう？しちゃいます。考えます。もしかしたらほよほよほよって流れるかもしれないけど、まあでもそれもね、いろんなチャレンジの中での判断だから、うん、あ、そうそう、なのでもしあの生配信やるよっていう時はまたぜひ一緒に見届けに来てください。ということで、お付き合いありがとうございました。これからもね、たくさんの思い出を、作っていきたいと思いますので、一緒に皆さんこれからもついてきてくれると嬉しいです。今日声だけの出演だったんですけども、最後もう2年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。この1年もね、改めて本当にいろんなことがありましたし、ぶっちゃけまあね、大変なこともありましたけども、小ボケのくらいで言ったつもりの企画がいいね、それやってみようってなっていくことが結構多くて、24時間生配信とかもかまさにそうだったね。確かにあのちょっとこっぱずかしいんだけど、2年間やってきてみて、まあ、結構いいコンビになってきたんじゃないかな、うん、とも思う。こうそれもだから今後ね、さらにいいチームワークをより見せていきたいですよ。いいコンテンツを届けられたらなと思っておりますので、改めてこの1年と言わず、まあチャンネル設立から本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。そして今後ともどうぞよろしくお願いします。それではさようならひどそれではさようなら。そっちかそれではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとう。バイバーイ。